はい。こんにちは。柴崎ですよ。お元気だったねえ、お久しぶりです。今回もね、柴崎もこんなにね、元気にやってます。さて、今回のテーマですね。それは、これです。はい。ねえ。なんかすごいでしょ。こんなんだよ。 うん。これね、えー、セヌリエオイルパステル。ビギナー12服セット。というものらしいんですよ。とにかくものすごいので、a z o n でね、3800円で買っちゃいました。お値段もすごいでしょこのお金3800円だからね。さあ、このね、特別なオイルパステルらしいんだけど、 どんな風な鍵き心地なのかね。うん。もう柴崎も今、とってもね、興味津々です。じゃあ、やってみたいと思いますね。じゃまた書き終わったらね、感想とともにあなたとお会いしたいと思います。はい。じゃあ、一緒に見てね。はい。こちらですよ。ねすごいねほら、ピカスネだよ。ねパステル、セヌリエ。 アーテティィストクオリティ、うん、フランス製って書いてあるねこれねえー、ピカソのためにねセヌリエって人がね作った特製のオイルパステルらしいんですねうんほらこんな歴史があるんだもう色あせひび割れがなくてね油絵の具よりも使い勝手のいいというね そういうコンセプトで開発されたオイルパステルだそうですよ。とにかく優れた耐光性。まるに見るね。色の発色力。さあどが、どんなかな見てみようね。はい、オープンです。おー、なるほど。こうなんだね。いや、形はおーソドね。うん。 ああすごいな。お見て、白と黒は両脇に置いてある。珍しい。で、こう、12色ですね。よし、これで書いてみるよ。いきまーす。お <laughs> ちょっと待って。こうなるか。あれは。うん。もう1色塗ってみる。 おこれは初めての感触だな見て見てほらどこどここう色がダマになってかったでしょこれね今柴崎線で描いてるけどスーッと線ではなかなか塗れないねペト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 してるお伸びますよいや伸びるのはすごいね だけどから次色のっけようとするとこれ伸びないねペト,ペト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 くっつくくっつくでもまた伸びる不思議な画材だなこれはこれはちょっとねこらこうやって線で描こうとと難しいけど 指でこするとよくできるっていうねなんていうんだこれはえっとねまあ感じとしてはこう少し固まりかけた油絵の具をそのまま紙の上に塗ってるって感じがするうんでも色はすごいね発色はすごい 発色がすごいけどその発色がこうねこのオイルパスで塗った時に伸びないのであんまり多様な色をこういっぺんに重ねて描くってことはできないねこれはだから指で伸ばしては次の色を重ねるっていうテクニックがいいねうーんこれはどうなんだろうなだピカソ先生みたいにこう 油絵をね長くやってそういうテクニック画材の扱いから油絵の具の粘土そういうものにこうね慣れした人にはぴったりだよねさあまたじゃあ、ね、色を置いていきますほら発色はいいやすごいねよく伸びるうん これ完全に油絵の感覚だなだからねこういうふうな不透明のとにかく油絵みたいな経験ない方とかね初心者の人はどうだろう <laughs> ちょっとこう率直なこう感じなんだけどなかなか難しいかなうん,うんでもねえ 時はなかなかか伸うんなんていうかね今耳描いてますねこう人物がね顔を描く時耳の表現で大事だね、うん、形は面白いしあんまり画材に関係ない話なんだけど、うん、まあでもだんだんこう重ねてきましたけどね どうかなこういう指とも伸ばす方は筆でまあ伸ばすという感覚なんだけどねまあしかしあれだねどんな画材でもねその目的に沿ってまあ作られてますからねだからその目的というかその画材が作られたそのコンセプトまあそしてその画材自身のコンセプトに乗っかったテクニックそれはやっぱり習熟 理解と習熟そうすればうまくいくよねきっと柴きもこれ今書いてきて何分だったかなだいぶ感覚的には慣れてきたほらこれこれこれねほら完全に油ないのな感覚だこれうんさあこれ難しいぞちょっと丁寧やるね優勝優勝優勝うんこ,これねちょっと 圧力かけると、ね、ペトーンとたくさんくっついちゃうんだよだからそーっと少しくっつけちゃうこの綿棒で伸ばすかなこういとこも本当にそーっとそーっとそーっとあんまり圧力かけられないペトーンとくっつくからもう結構緊張するよこれ描くの本来伸び伸び描きたい画材なんかわかんないけども、うんうん <laughs> <laughs> ちょっと緊張するかなねえでもすごい画材であることは間違いない,い発色もいいしねうん、すごい完全に油絵だこれはうんだから油絵を体験したい人これでもいいねこの画材でも色を、うん、どうかなこ,こってほら色置く感じはうまくいくんですよポンと置く感じ盛り上がるからね うん、ねえ油絵描いたことない人は何言ってんだろうと思うんだけどね <laughs> そうなんですよすごいねうんすごいと言ったりひどいと言ったり自分的混乱してるけどうん引っかくよおお <laughs> いや簡単な立ちでこんな色がはっきり髪の赤さが戻る。 ちょっと話しかけないで。いいよちょ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 。もう。こういうのはいいんだよな、さっき言ったで。こう、絵の具を置くって感じうん。思いっきり盛り上がっちゃうから。ほら、盛り上がってわの分かるねこういう塗り方もいいね、これ。この画材は。だからピカソ先生みたいに、こう、わーっと描いていく絵だったら、この画材、もう、すごくいいね。 もうどんどん色が乗っかるし、下の色をどんどん隠してくるしね。うん。ただ今回柴崎やってるようなデリゲートのやつはなかなか難しいところあるんだけど。うん。まあでも初心者の人もね、体験としてはこれ、ちょっと高いかな。<laughs> なかなか面白い画材ですね。すごい画材であるよね。さあ、じゃあ今度はちょっと顎のあたりのね、携帯感を整理して。 サインを入れて。はい、出来上がりです。はい、ねえ、書き換えました。はい、これだよ。どうだった見てて。すごい画材だったよね。<laughs> 柴崎も最初からちょっとびっくり戸惑っていたでしょうん、やっぱりさすがピカソさんがね。 っていうかピカストのために作ったオイルパステルっていうだけのことあったね。うん、この絵の具の伸びとかね、発色、もうこの値段に見合ったとっいうか、うん。なるほど、この三千八百円はするなっていう画材でした。間違いなく、それだけにね。まあ、どうなんだろうな。ね、柴崎も書いてる中で言いましたけども、あまりこう、ね、アプライなんかの経験ない人には戸惑うかなって。 っていうね、率直にそうも、ま、そうも思ったね。まあだけど、とにかくやってみるのはね、もう体験としていいからね、あなたもよかったらチャレンジしてみてくださいね。さあ、ということで、今回柴崎はね、こんなすごい画材があるよということで、ね、やったんですけど、まだまだ世界にはね、いろいろあると思うんだね。興味あるでしょえー、柴崎も興味あります。 また探してきてね、やってみたいと思ってます。今回もね、中い時間最後まで見てくれて本当にありがとう。また次回はね、違う先、違う手間であなたとお会いしたいと思ってます。それまでお元気にね、お過ごしください。はい、またすぐに会おうね。どうもありがとう。お元気で。ありがとうね。